和紙別竹とは、北海道上別市と室蘭市にまたがる山。標高911メートル。北海道百名山に選定されている。江戸幕府が正式に決めた和紙別竹の呼び方が正しい。名称であるが、室蘭岳の別名でも知られている。国土地理院の地形図では、和紙別竹と記載されている。山頂は上別市側にあるが、登山口は室蘭市側にあり。 山麓には室蘭市によって室蘭岳山麓総合公園が設置されている。また、登山口には昭和9年建立の室蘭学登山口と刻まれた石碑があり、地元では室蘭岳として親しまれている。山頂には一等三角点和紙別岳が設置されている。この山を源流とする千枚、すっぽん川、ペトトル川、チリ別川、 和紙別川及びイブリホロ別川は、室蘭市内の水道水及び工業用水の水源となっている。噴火湾から望む和紙別岳山頂からは、太平洋や室蘭市街地、遠く洋定山や駒ヶ岳と S 山を望むことができる。なお、和紙別岳北面の浦沢は、沢登りのゲレンデである。段、パラスキー場のコースには、登山口から間もなく山小屋がある。山小屋、 白鳥ヒュッテは1949年に建てられた。しかし、施設の老朽化や、近隣施設の整備により緊急避難施設の役割が薄れたため、室蘭市では2021年3月末での廃止化、活用を希望する個人、団体への譲渡を検討。2020年12月9日、室蘭市教育委員会は、定例市議会で山小屋を2021年3月末で、 廃止した上で、市民団体、白鳥ヒュッテともの会に譲渡する方針を明らかにした。白鳥ヒュッテの近くには、水天宮があり、元旦には、甘酒が振る舞われる。いずれも室蘭山岳連盟の主催。室蘭岳山独総合公園は、和紙仏竹の山独にあり1989年3月より、共用が開始された。公園面積は23.5ヘクタール。 キャンプ場、運動広場、遊具広場、野外ステージ、体育館などがある。ありがとうございます。